8月5日土曜日の天気をお伝えします。台風6号が最接近する沖縄は大雨や暴風雨、高波、高潮に厳重に警戒が必要です。波も高くなりますので海には絶対に近づかないでください。西日本や東日本ですと厳しい暑さが継続します。予想最高気温は35度前後といった場所が多く、熱中症に警戒が必要です。こまめに水分、塩分補給を取るようにしてください。また気温の上がる午後はところどころにわか雨や雷雨が心配となります。また湿った空気が流れ込みやすい西日本太平洋側は雨の降りやすい天気、お出かけの際は雨具をお持ちください。北海道は前線の影響で雨が降ります。道路冠水や河川の増水にも注意が必要です。以上、全国の天気をお伝えしました。詳しい内容はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。